あなたと今溢れる恋心に色をつけて大切に胸にしまう私たちの恋色。今日は桐生市境野町にある宮島さんに来ています。おすすめされて来てみたよ。駐車場はお店の前に砂利駐車場があります。おすすめ見つけたよ。ここから選ぶのもいいよね。店内は小上がり席にテーブル席、清潔感がある店内です。メニューです。おお、あんかけうどんか。かき揚げついてこれはリーズナブルですね。唐揚げはおすすめされてたので食べます。これもおすすめされてるんですけど、そんな無理そうだな。冷たいそばがずらりと。こちらはあったかいものです。ご飯もの充実してるの私としてはとてもありがたい。天ぷらの単品やおつまみがあります。飲み物もありますよ。辛いうどんあるのか。今日は辛党不在。唐揚げセット1200円。ドルー、おっとおっと、サラダがついて、薬味がついて、唐揚げどうした。これ半盛りなのかな。これ食べきれるかな。こんばんは。 MO でごわす。今日はこれでゼロカロ。イケメン店員を封印。サラダは娘に強奪されました。これは驚いた。一つ一つが大きいのにそれが8つですよ。あれ、デカ盛りチャレンジさせられる。こんがりな外側です。それではいただきます。揺れてるが地震ではありません。ダメだ、あっち。味付けは優しめです。サクサクの衣が好きだね。もじもじすな。熱すぎてお皿が持てません。米に合うね。これこんな大きいですよ。子供ががっついて食べてます。子供にも受ける味、うまーい。まだ暑いんかい。唐揚げってマヨなんで合うんだろう。うまげ。どう、おいしい。唐揚げおいしいな。見て見て、中ジューシー。そしてこちらのうどん、ごん太なんですよ。これすすれないパターンだな。それではいただきます。おお、噛み応えすげえ。めちゃくちゃ美味しいね、このうどん。でも結構噛むのでお腹たまりますね。私今うどん食べてるって感じ。そりゃそうなんですけどね。薬味を入れて、麺はひらひら。薬味があるとまた一段と変わりますね。このもっちりうどん好みだわ。でもこれ食べきれんのかな。頑張るぞ。相盛り700円。ドルル、娘はこちらです。薬味がつきまして。渋いね、何もつけないんだから。
そばとうどんの合い盛りです。うまげ。うどんは安定に美味しいんですよ。これで700円は信じられないですよね。娘はうどんが大好きなので食べきれるでしょう。何度見てもすごい。そしてこちらはおそばです。そばもすごい綺麗です。平ためのそばですね。プツプツ発見。それでは食べてみましょう。ふう、うまいな。うどんよりスルスル入ってきますね。そばはとても長いです。そばもうどんもともに最高。結局食べきれず。唐揚げセットごちそうさまでした。合盛りごちそうさまでした。それでは振り返りです。テイクアウトしたものはその日の夜のうちに食べきりました。ってことで量が多いんです。味もいい。唐揚げはすごい美味しすぎました。うどんの弾力も好きでした。裁縫確定。本日はごちそうさまでした。